Alright. Hello, everybody. Sleepy Night Cat です。今回もマイクラフトテクニックパックをプレイしていきましょう。ね。前回っていうほどでもないか。前回じゃないな。全然前回じゃないや。ウサギ一頭だけになってました。久しぶりになったら、見に来たらこのざまだよ。おかしいなぁ。サートぐらい残しといたんだけどなぁ。壁に埋まって窒息とかしたんかな。それとも勝手にディスポーンしたとか、ちょっと分かんないな。あいつの間にか一頭いっぱらきになったね。ウサギがここにもいないし、ちょっとよく分かんないけど。まあしょうがないね。はい、ですね、前回あのニュークリアリアクターを作ったじゃないですか。まあ、あれを作った理由なんですけど、このマスファブリケーターっていうのを作りたかったんです。グローストーンダストが4つ、アドバンスマシンブロックが2つ、アドバンスサーキットが2つ、そしてラポトロンクリスタルが1つですね。アドバンスマシンブロックはマシンブロックにアルバンスアロイが2つ、そしてカーボンプレートが2つですね。そしてラプソンクリスタルはまあこんな感じですね。ラピスアズリが2つじゃなくて6つ、エレクトリックサーキュートが2つ、そしてエネルギークリスタルがまあダイヤモンド1個とレッドストーンが8つと、結構コストが高いです。まあこれさえ作っちゃえばまあいろいろと作れちゃうので、まあ何だったかな、このマスファブリケーターによって作り出される悠々マターっていうのがあるんですけど、レシピ出てこないな。あら、まあこれを並べることによってまあダイヤモンドとか土とか作り出せたりするようになります。出せるかな。出ないね、悠々マターの金は。まあしょうがない。まあいいや。じゃあマスファブリケーターを作ってくるのでっていうか作りますので、それでは出来終わるまでカット。オッケー。グローストーン4つに、そしてラポトロンクリスタルを作ってマスファブリケーターの完成です。スクリュードライバーじゃなくてあれ持てないからよしとっか。ここで出すのでですね、まああとはスクラップも持っていきましょう。スクラップは何かというと、まあクズですね。このリサイクラーにかけてやることで、まあ、いらないアイテムをここに入れてやることで、まあ確率によってスクラップが出てきます。まあ結構こう必要ですね。なかなか10個ぐらいか、これで。大してできませんね。まあたくさんアイテム突っ込まないといけないんですけど、まあスクラップ作りは時間があるときにやりましょう。そうだ、ケーブルも作んないといけねえんだ。そうだそうだ、よしよし。ケーブルはどうやって作るんだったかな。このグラスファイバーケーブルっていうのを使うんですけど、ガラスが6つにレッドストーンが2つ、そしてダイヤモンドが1個、あるいはシルバーを使って容量を増やすことができる。 OK、 じゃあシルバー使っちゃいましょう。シルバーあった。あとはガラスとダイヤモンドですね。まあ、ダイヤモンドがたくさんあるんでね、惜しみなく使っていきましょう。これで足りるよな。まあ十分でしょう。 OK、 ではでは、まあ、工場の方に戻っていきましょう。よし、
爆発しないといいんだけどな。大丈夫だね、全然。よし、ちょっとこれ移動させとくか。チェスト移動、おっと、ここに置いとくかな。さてと、でこれ U マターを作る機械なんですけど、どこに置くか。体力に電力使うところはこっちの方に部屋を作るかな。よいしょと。まあ今は仮ということで、ちょっと狭めの部屋でいいんだけど。こんなもんかな。あと松明を置いてと。 OK、 これ爆発したら怖いな。まあ大丈夫だろうけど。に行かせて、でケーブルをつなげてやってね。でこっちの方に出るようにすると、そしてトランス、あれ、このテーブルで石、丸石を石に変えてやって、で埋めると、オッケー、まあこんなもんでいいでしょう。多分大丈夫だと思うけど、まあ試してみるか。はっ、あ、大丈夫ですね。まあこれでエネルギーを、大量にエネルギー吸い込むんですけど、まあこれで悠々またが作られているわけです。この中にスクラップを入れてやると、このプログレスが速くなってね、悠々マターが作られる速度が上がります。まあ実質電力の節約ですね。あ、できましたね、最初が悠々マター。まあこれをたくさん使ってね、今つけている防具のアップグレードを作りたいっていうわけなんです。こりゃすごい勢いで電力使ってるな。あとはスクラップメーカーも作らないとな。なんていうんですかね、この丸石、溶岩と水で合わせると丸石ができるじゃないですか。これは自動で採取して、なんていうんですかね、リサイクラーに入れて、スクラップを取り出す、そして勝手にこの中に入れるっていう施設を作ってみたいなと思っています。4つか。何か作れるかな、4つで。もう1個できるね。 OK、 じゃあちょっとレバーを作ってスイッチオンオフできるようにしましょう。 OK、 これで電力を消費しなくなります。うわ、結構使ったね。まあこれだから、まあこの機械のせいでこれ作りたかったんですよね、ニュークリアリアクター。うん、全然大丈夫だ。 OK、 さてと、そうだね、じゃあそのリサイクラーの関連、何ですかね、スクラップメーカーも作りましょうか。じゃあでスクラップメーカーを作るのですね、そうだな、どこに作ろうか、地下に作ろうか。まあそれを作るのにはですね、まあレッドパワーで追加されるチューブを使います。何だったかね、デプロイヤーだったかな、このデプロイヤー、多分デプロイヤー違うな、ちょっと忘れちゃったな。ピストン使おうと思ったんだけどな、ちょっと忘れちゃいましたけど、あ、ブロックブレーカーか、ウプシー。あ、このブロックブレーカーを使っ
って丸石を壊して、その丸石をですね、まあ、あそこに、なんていうんですか、リサイクラーに入れるという施設を作る、今回もこのエピソードで作ろうと思います。まあ、ちょっと前回から間が空いちゃったしね。よし、それじゃあ、まあ準備が終わるまでお待ちください。よし、プネマティックチューブとレッドストーンと、ブロックブレーカー12個用意しました。そしてあとは水と溶岩なんですけど、水は前回作ったこのエヴァタイルアミュレットでまあ大丈夫なんですけど、マグマの方が問題なんですよね。いちいち岩盤、まあ、マグマの出る層まで行って戻って出してまた戻ってっていうリレーはめんどくさいので、これもまたエヴァタイルアミュレットと同じような、なんていうんですかね、ネックレスを作ります。ヴォーカナイトアミュレットですね。これの作り方は、まあ、マグマ入りのバケツを6つに、そしてダークマーターが3つですね。ちゃっちゃと作っちゃいましょう。バケツと並べての、 OK、 ボルカナイトアミュレットですね、完成。まあこれはなんていうんですかね、まあエヴァタイルアミュレットとほとんど同じです。まあ取り扱いがものすごい危ないんですよね。間違えて右クリックしたら、まあ家中が火事になります。まあ笑えないですよね、本当。ですので取り扱いには十分注意しましょう。 OK、 うん、それじゃあまああっちの方に戻るとしましょう。あれ、黒の方、うん、ああなるほど、アップグレード入れるの忘れてたよ、うっせー。まあいいや、それではあっちの方に戻るので、それまでカット、うん、OK、 I'm back。 So、 一番いいのはですね、そうだな、このここから階段を、下に続く階段を作ってですね、もうちょっと下行くか。そうだ、ここから床を見えるようにしてみるか、それ良さそうだな。よいしょと。で OK ですね。あ、もうちょっと下に行くんですけど、ここの方にライン、ここにまあ変圧器を置いて、ここら辺に、いや、ここら辺に、まあここの松明があるところにリサイクラーを置くとしましょう。で、このリサイクラーに送るための機械をこっちの方に仕組むわけなんですけど、あ、砂利うざい。よいしょと、まあ、ここら辺いいかな。1、2、3、4、5、6、ですね、あ、ちょっと久しぶりに作るからな、周り製造機は。ちょっと忘れちゃったな。こっちの方に水を置いて、だっただったた、こんな感じか。で、
まずは、あ、そうか、ここに置いて、ここの方にマグマとエヴァタイドアミュレット置いてやるとして、でこれで OK ですね。そしてちょっとミスったんだけど、ここの真ん中あれですね、ブロックブレーカーにしてあげないといけませんね。ウプシー、ボルテージマグマも置いて、ブロックブレーカーはあった、スクリュードライバーも持ってきた、 OK。 あとこうかな、こうか、OK。 そう、もうちょっと作っとくか。 OK、 Very good。 そしてあとは、まあ、ここの方に部屋を作ってあげて、おっと、あちあちあち、あ、そっか、マグマまだ残ってたのか、油断ならないな。あ、エヴァボルカニックアムレットと OK ですね。これでいいはずなんだが、どうしてここは RC にならない。あれ、おっとっと、いけない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 、あれ、どうしてここは丸石にならないんだ。OK、 Very good。 あとはここ塞いでと、よしよし。でですね、まあとでここは塞いどくんですけど、ガラスで塞いどくんですけど、今はこのピューネマティックチューブとレッドストーンを組み合わせます。まあちょっとそんなにはいらないな、14個ほどかな。でこれを並べてあげます。これ何かというとですね、まあ普通のチューブプラス、そしてまあレッドストーンシグナルを伝えるチューブです。あと6つか、1,2,3,4,5,6、 あともう一、もう1ユニット作るだけで OK ですね。タタタタタ、ですね、ここにブロックブレーカーを置いて、スクリュードライバーで下の方を向かしてやって、でここの方にマグマを置くとするじゃないですか。もう一段掘り下げて、よいしょと、よし。であとは、あれの、ジャンプできない、あ、そっか、スウィフトウルフ取っちゃったんだ、ウプセー。であとはここの方に、おっと間違えた、マグマを流すだけなんだけど、そっか、丸石できてきてるね、 OK ですね。ファンタスティック、よし。あとはレッドストーンチューブでここに並べてと、OK。
とは、どこに行ったかな、リサイクラーあった。これを設置しましょう。どこに設置するか、まあ、ここでいっかじゃん。でですね、確かね、上から入れてやんないと動作しないんだよな確か。どうだ、試しにちょっとレッドストーンシグナル送ってみましょうか。レバーをちょっと出してみるかな。出るかな、出た。あ、 OK ですね。完成スロットの方に行っちゃうな。こっちには行ってほしくない。だからやっぱり上から入れてやんないといけないのか。あった、スクリュードライバーじゃなくて電池、電池で取らないとブロックになってまた作り直しになるので気をつけてください。よし、もう一回 OK ですね。今度はちゃんと上の方に行きました。 Very good。あとはですね、電源を入れる方向を決めるんですけど、このまま入れてやると爆発する可能性があるので、ちょっと電圧を下げてやりましょう。さっきマシンに入れたのは、あの電圧受け入れられる電圧を引き上げるやつです。あ、でも大丈夫かな。いや大丈夫じゃないな、 LB トランスフォーマーじゃ爆発しちゃうしな。ダメッ、ちょっと作り直しか、すいません。じゃあちょっと作ってくるので、ここもカットです。 OK、 えい、作ってきましたよ、 MB トランスフォーマー。なぜ MB トランスフォーマーが必要なのかというとですね、まあ、この MFSU は 512EU per tick を出力するんですね。で、普通は機械はですね、32EU までしか受け入れられないんですね。一番最低が 32EU。で、次に、128EU。その次に、なんだかな。128の次に、128の次に、512だ、512。そして、その次に、1028だったかな。まあ、そんな感じの、まあ、EU があるんです。出力があるんですけど、まあ、機械をね、耐えられないほど EU は上げてしまうと爆発しますので気をつけてください。まあといっても128EU ティックで爆発するときは、まあそのマシンが爆発するだけなんですけど、まあ実際やったんでね、それ以上はちょっとだんだん爆発力が高くなっていきます。何だったかな、確かね、クリーパー並みの爆発力だったかな、そんな感じだったような気がするけど、あれ切りすぎたか。ガラスパネルを置いて事故を防ごう。ここもよいしょと、まあ、水に落ちるのもね楽しいわけじゃないんで、よいしょと。OK ですね。Very good。あとは、まあ、これが流れてきて、この中に入ってですね。でですね、この MB トランスフォーマーを設置します。出力、違うな。確か、こっちの方に、この雷マークがありますよね。これが、まあ、ケーブル
なんていうんですかね、電力が来る方向です。でこれ赤いところが、まあ、電力を出す方向です。あとは赤いバッグの中に入れたんですよ。よいしょと、これで OK のはず。 OK ですね。ちゃんと稼働しています。 Very good、 Very very good、 OK。 これでまあ丸い製造機と、まあ、スクラップマシンは完成です。あとは取り出す、まあ、機械と、まあ、保存する場所を決めないといけません。ちょっとここにチェスト置いちゃうと邪魔なんだけどな。他にいいところないしな。ちょっとこれ失敗したな。いや、どうだ、ここにチェストを置くとしたら、まずは木のパイプにコブルストーントランスポートパイプ、OK ですね。まあここにパイプをつなげて、ラッタタッタタ、つなげてやって、おっと掘りすぎた。でここの上に伸ばすと、ああ大丈夫ですね。でここにチェストを置きましょう。 Alright。 そしてレッドストーンエンジンと、まあ、レッドストーンシグナルを出してやって、うん、OK ですね。完成だ。といってもいちいちこうやってクリックするのめんどくさいじゃないですか。ですので今回はもう一つアイテムを紹介して、それで終わりにしようと思います。そのアイテムはですね、まあ、これですね。確かね、何だったかな、忘れちゃったな。違うな、ポインター使ったレシピがあるんだ、レシピなんだけど、タイマーですね。タイマーを作ります。タイマーはストーンワーファーですね。ストーンワーファーは石をもう一回焼くとストーンワーファーになります。まあ、これがたくさん必要です。そしてストーンワイヤーはレッドストーンとワーファー、ポインターは石とレッドストーントーチとワーファー、そしてアノードはレッドストーンが4つにワッファーが3つ、そしてカソードがレッドストーントーチとワッファーですね。作るも本当大変多いな。でもいちいちあそこに戻るのめんどくさいや。じゃあちょっとこっちの方で焼いて、焼きますんで、完成するまでカットします。 OK、 作ってきました。でですね、このタイマー、まあ予想がつく通り、OK ですね。まあタイマーを設置します。まあ5秒間でいいかな。あ、ちょっと遅いな、3秒間。スクリュードライバーあった。あれ、あ、そっか。一旦レッドストーンでつないでやんないといけないんだった。ちょっとめんどくさい。There we go。 前に 2.5 秒ぐらいでいいかな。 OK ですね。まあこれであとは丸石が勝手に製造されて、こっちの機械の方にトランスポートされてですね、ちょっと 2.5 秒も早いな。3秒、これが処理しきれるスピードでやりましょう。
4秒。おっと。まあいいや。まあこんなもんかな。まあ4秒だと、4秒が一番妥当かな。で、ご覧の通り、たくさんのスクラップが、まあこっちのチェストの中に、送り込まれていきます。OK! まあ、悠々またかねば、これで完成ですね。よしよし。Alright! じゃあ、今回のエピソードはこれでおしまいかな。うん。OK! それじゃあ、ご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。